キャプテントゥーレは日本の競争馬である。2008年のサツキ賞優勝馬。馬名の由来は王子のスキーキャプテンと母のエアトゥーレの一部を足したもの。2009年2月までの担当調教助手は牧浦光則。八代大レースホースにおいて総額5000万円で募集された。6月7日付で日本中央競馬会に競争馬登録された。7月8日に 阪神競馬場で行われた2歳新馬戦で、祖母や母にも騎乗経験のある、竹豊が騎乗してデビュー。立東の半路で51.5秒など2歳離れした高度計を連発していたため単勝1.8倍の一番人気に支持されるが、発着という結果に終わった。なおこの競争には、東京層の勝ち馬であり後に、宝塚記念を勝ったアーネストリーに加え、後に、 GI2 賞を挙げる、トールポピーが2着、後に、新山記念を勝った、ドリームシグナルが3着と、GI ジェイプニーバ3等、重賞馬4頭を排出する競争となった。7月29日に、小倉競馬場で行われた2歳未勝利戦でも一番人気に、支持され、デビュー2戦目で、初勝利を挙げる。その後短期放牧に出され、気球後、新潟2歳ステークスに向かう予定だったが、 馬インフルエンザによる移動制限により気球が遅れ回避することになった。9月6日に気球し、9月16日に行われた、ノジキクステークスに出走。単勝一番人気に支持されるが、レースでは後方から追い込み三着という結果だった。続く、重傷初挑戦となった、デイリーハイ二歳ステークスでは、追い切りで49.8秒という二歳馬ながら、 立冬販路で50秒を切る強烈なタイムを出していたが、周りは低評価。調教をかけするタイプと見られていたが、当時起乗停止中だった部の代役で、川田正宮美が起乗し、先行作でレースを制し重賞初勝利を挙げた。自走は全日本に最優秀にも登録を行ったが、初の JP に挑戦となる朝日杯フューチュリティステークスに出走。 しかしスタートで後手を踏み逃げるゴスホーク剣を捉えることができず、さらに直線坂前で、もたつき追い比べでレッツゴー霧島をかわせず3着に敗れた。この後、全日本に最優秀を回避し、グリーンウッドへ放牧に出された。第68回サツキ賞放牧から戻った後、2008年の初戦として出走した弥生賞は4着となった。 続く4月20日に行われた札幌賞では、スタート直後に花に立つと、昼過ぎまで降っていた雨でやや緩んだ馬場を生かした安城、川田の好期場で、スローペースに抑えそのままゴールまで逃げ切り初の、ジェイプニー勝利を飾った。この勝利は、川田にとっても、ジェイプニー初勝利となった。次走は、東京優秀の予定だったが次走に備えて、 立東トレーニングセンターへ帰給する準備をしていたところ、歩み様に異変が見られたため、遠征滞在先の中山競馬場の診療所にて4月22日に検査を受けた。その結果、左第三子根骨の骨折が判明、約1年間の休養を強いられることとなり、父アグネスタキオン同様、サツキ賞勝利後の故障で、東京優勝を断念することとなった。 2009年8月9日の関谷記念において1年4ヶ月ぶりに復帰しスマイルジャックの4着に入り久々のレースながら自力を示していた9月12日の第60回朝日チャレンジカップに出走し最後の直線で3歳馬ブレイクランアウトとの叩き合いを制しさつき賞以来1年5ヶ月ぶりの勝利を飾ったそして 11月1日の天皇賞では2番手でレースを進めるも直線で失速してしまい12着と大敗した。続く11月22日のマイルチャンピオンシップではコースタートから道中2番手で追走したが直線で馬場の外へ寄れてしまい4着に敗れた。2010年1月24日のアメリカジョッキークラブカップに1番人気で出走。道中3番手でレースを進めたが 直線で失速し11着と大敗した。3ヶ月間隔を挟んだ4月17日のマイラーズカップでは、好位集団からバグンを割って伸びてくるも3着だった。6月6日の安田記念では、リーチザクラウントライアンフマーチに次ぐ3番人気で、出走、レースでは4番手で追走するも、直線で伸びあぐねてしまい昭和モダンの7着に敗れた。 秋は9月11日の朝日チャレンジカップから始動し、逃げ切りでこのレースを連覇した。10月31日の天皇賞では3番手追走も、直線で失速し13着と大敗した。2011年2月27日の中山記念では、ビクトワールピソの2着と逃げ粘った。4月3日の大阪杯では早い流れでレースを、引っ張ったが昼のダムールの5着。 金社地賞は平均ペースで逃げ、直線で粘りを図ったが、ルーラーシップにかわされて2着となった。7月10日の七夕賞は1番人気に支持され、レースでは2番手に控えたが、直線半ばで失速し12着に大敗。10月20日付で現役を引退。八代大スタリオンステーションにて種ボバになることが発表された。競争は引退後は2012年より種ボバとなり、 ヤシロダイスタリオンステーションでつなぎをされる。2016年シーズンはレックススタッドで種ボバ生活を送るも同年の種付けシーズンを最後に種ボバを引退、生まれ故郷であるヤシロダイファームで寄生を送る。ありがとうございます。